皆様お待たせいたしました。クジラの仲間は尾びれを包む強力な筋肉。
お便りを届けてもらいましょう。
に最高の曲を作りました。さあ中には一体どのようなことが書かれているのでしょうか。沖縄県40代男性からいただきました。子供の頃から沖ちゃん劇場のイルカショーを見ています。沖ちゃん劇場の名前にもなっている南坂東イルカの沖ちゃんは今何代目ですかという質問ですが、実は初代なんです。ステージ中央にいるのが南坂東イルカの沖ちゃんです。1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会を機に日本における初記録種となったイルカで、奄美大島からヘリコプターでここ沖縄にやってきました。この沖ちゃん、賞を続けてなんと37年目の大ベテランなんです。さらに沖ちゃんはお母さんイルカでもあり、親子でショーを頑張っています。それではその子供イルカをご紹介しましょう。プール前の南坂東イルカ、アミです。南坂東イルカの繁殖例は国内ではここ海洋博公園だけなんです。これからもショーを頑張りますので、皆様親子イルカの応援どうぞよろしくお願いします。続いて2つ目の質問です。このプールで一番大きいのはどのイルカですか、教えてくださいということですが、それではご紹介しましょう。皆様ステージにご注目ください。ショーを続けて29年、一番大きな沖バンドはゴンちゃんです。ゴンちゃんの体長は4メートル40センチ、体重は580キロ。一日にシシャモやサバ、トビウオなどの餌を22キロも食べています。
ターゲットの高さは水面から 5.5m。 これに挑戦するのはアーヤー。続いて用意されるのは緑色の大きなボールです。さあ、この空中キックに挑戦するのはステージ中央、沖ノ島ホモです。大きく助走をつけて、続いてはゴンさんがボールキックに挑戦です。これから大きなボールが皆様のもとへ飛んでいく恐れがあります。小さなお子様をお連れの方や飲み物をお持ちのお客様、ボールの行方には十分ご注意ください。それではゴンちゃん、張り切ってどうぞ。お見事、ゴンちゃん、高田さんのボールを蹴り上げていきました。さあ、ここからはイルカたちのジャンプ種目が続きます。まずはコンビネーションタッチ。スプラッシュダンス。客席前方のお客様、水しぶきには十分ご注意ください。さあ、次に飛び出すのはショーを続けて29年、このプールで一番大きなプロが沖ゴンドーゴンちゃん。まだまだ続きます。続くのはシワハエルカーサクラ。大きく助走をつけて、普通のジャンプ、実はジャンプこれしかできません。発表を出してプール中央、沖ゴンドーホモのバックライト。体重580キロ、沖ゴンドーゴンちゃんのマウスウォッシュ。負けてはいられません。4投で息を合わせてコンビネーション。皆様、お楽しみいただきましたでしょうか。それでは最後に、おっちゃん劇場のメンバーから皆様へお別れのご挨拶です。本日は最後までのご参加ありがとうございました。